平野紫耀の YouTube 暴露ミスイ報道がファンを激怒させた真相とは金プリ平野仕様の突然の脱退についてその真相は未だに明らかにされていません。しかし一部の週刊誌が平野が YouTube での暴露を試みていたと報じたことによりファンたちの怒りが高まっています。昨年11月、金プリはファンクラブサイトに動画をアップし、 平野を含む3人のメンバーの脱退を発表しました。その際、平野は海外で活躍できるグループになることを目指して頑張ってきましたが、自分の年齢と向き合った時に海外での活動はもう遅いと感じ、目標を失い、退場を決断した、と説明しました。しかし、平野の退場の真相は明らかにされていませんでした。 そんな中、今月6日に発売された、女性自身、死、公文社には、平野が退場の経緯を明かそうとしていたという映像制作関係者の証言が掲載されています。証言によれば、昨年末に平野に出演オファーがあり、今年5月末以降に撮影予定だったものの、結局、平野はこの出演を見送ったとのことです。 この報道に対し、ネット上では様々な反応があります。一部のファンは、こんな話、誰が信じるのか平野紫仕様は、そんなレベルの低い人間じゃないこと、ファンはみんなわかってるよ。くだらない記事は止めてほしい、と激怒しています。一方で、仕様くんならありえるかも。見た目はキラキラだけど、中身は曲がったことが大嫌いな熱い男だから。 確かに最後のブログがあんな感じだったら YouTube で暴露しようとしてても不思議じゃないかもといった声も見受けられます。なお、平野はジャニーズ事務所との契約終了約1時間前の5月22日午後11時頃、ジャニーズ公式モバイルサイトのブログ連載、ショータイムを更新しました。 この中で、ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏の名前を出しつつ、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。と綴り事務所の誰かから海外進出はできないと言われたことを匂わせました。このブログの内容に対し、ファンからは、嘘こけ。保身のために平野が嘘をついたようにしむけるな、はぁ、あ。疑問符 紫陽くんが嘘をつくわけないじゃん、と、ジャニーズ事務所への怒りの声が相次いで寄せられました。多くの平野ファンからは、あの紫陽くんがそんなことするわけない、との反感が出ている、YouTube 暴露未遂、報道。もしこの報道が本当だった場合、ファンの反応から判断すると、平野が思いとどまったのは正しい判断だったと言えるでしょう。 平野の仕様の行動や言動はこれまで常にファンに支持されてきましたが、脱退の真相やその後の動向についてはまだ明らかにされていません。今後の平野の活動や彼の意図について、ファンたちは引き続き注目していくことでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。